鳥ちゃんです。ケンちゃんです。ゆうちゃんです。ゆうちゃんパート2。僕たちの僕たちのトミバー。今回は今里ゆうくんの持ち込み企画でございます。お願いします。今里ゆうプレゼンツ即興褒め歌選手権。知ってる人多いかもしれないです。なんかね、ガキ使とかでやってたんですけど、お題の曲を出します。その曲に合わせて、例えば電気って言ったら、この電気のことに関してその曲に合わせてこの内容の歌を歌うっていう。今回その2パターン、もうみんな知ってる香水と、あとうっせーわでやりましょう。電気だったら対局のいきなりもうなんか明るいみたいな、それ分かんない。そうだ、ピッカーピッカーピッカーよみたいな感じ。めちゃくちゃうめえじゃん。ケンスケ君、生歌大丈夫？あ、お前、俺紅白出てんやん。やめろ。生歌で。M ステも、もう生歌で。でも FNS で生歌一人じゃ不安つって、本当はソロのところ二人になってた。黙っててくれ。俺が行くんだね。じゃあ曲は香水で。はい。お題。あ、そこも決められるんだ。筋肉でございます。5、4、3、2、1、スタート。どうぞ。別にもう鍛えてないのに、君はここによくいるよね。どうしてここばっかりつくの、君は本当に厄介だよ。まあ悪くはね、やっぱもう役者って対応力があるんよね。俺これ大好きかもしれへん。ちょっとおもろいな。じゃあゆうたろういく。はい、まず曲はうっせーわ。優しいゆうくん、優しいな。そして、はい、お題はカレーライス、はい、5カレーライス4、はい、3 2 1、レッツゴー。おいしいね、スパイス効いてるあなたはね。色とかたくさんあるけどね、やっぱりいつ食べても美味しい。おお、すごい。ごめん、ゆうたろ、スクショしちゃった。やめろよ。あと一個いい。カレーにそんな色はないよ、別に。野菜の色あるじゃん、俺。野菜の色ってことね。いいポイントは、あのカレーライスを、あなたっていう言いましたね。比喩表現。メタハマ。J.Y. パークみたいなやついる、ここに。じゃあ次、俺。曲は、香水。香水。お題は家族です。5、4、3、2、1、スタート。別にもうすぐ家は出れるよ、でもねお金をまだまだ貯めたい、そろそろ出てもいいけどね、やっぱりお風呂がありがとう。お風呂がありがとうってどういうことや。やっぱ家帰ってきた時にこう、もうやっぱお風呂ができ、一人暮らしだとなかなかできてない。湧いてるってことね。お風呂と洗濯物はやっぱ2台ありがとう。確かにね。じゃあ次、ゆうくん。お手本をね。いや、ゆうくんの見たいね、完璧に。メロディーはうっせーわで。いきますよ。テーマは、サガです。サガ。5、4、3、2、1、どうぞ。佐賀県警は佐賀県警、そんな感じで韻を組む、俺はマジでリスペクト、やっぱり大好きな佐賀県。おお、すごい。ちゃんとうまいな。韻踏んじゃうよ。冒頭のない。あの韻踏むやつ、ちょっともう一回。あのね、佐賀県警は佐賀県警っていう、佐賀県警は裁けないよなんて冗談を言っております。あ、そうなんだ。なるほど。しかもちゃんと方言でね。方言で言ってます。もう一周目いく？新しい曲のパターンでいきましょうか。レモンかレンゲ。じゃあレモンでいきますか。はい。じゃあお題は、縄跳び。5、4、3、2、1、スタート。あの日に飛び始めた縄跳びの筋力、お前はずっと飛び続けるとすごく全身に効く筋肉がつくよ。音ハメがすごかったな、無理やりな。トリちゃんやってること2回とも筋肉だけどね。筋肉縛りしてんねん、勝手に。じゃあ次、ゆうたろ。
じゃあ曲はグレンゲ、はい、お題ははい広島、はい、うわー4 3 3 2 1スタート。いつだって地元に帰る、広島に帰る、新幹線で4時間かかるけど、ありがとう地元広島。ちょっとかわいいな、なんやろ、今日の見たらめっちゃかわいいわ。なんかほっこり、ほっこりするな。続いてじゃあケンスケくん、はい、曲はグレンゲで、グレンゲでお題は今理由どう、今理由か4、3、2、1スタート。いつだって喧嘩ばっかりはしちゃってるけれど、いつも車の送り迎えだけはありがとう、これからももう一周行きましょう、もう一周どうぞ、どうぞお願いだ送り届けろ、でも5人乗りじゃ人が溢れるから、そろそろキャンピングカー買ってくれ。いや、すいません。おもろ。ただただ甘えたな。この企画、歌しりとりだっけ、なんだっけ。あれとちょっと近いぐらいおもろい。命、命。何その歌。ケンスケ、最後、ゆうくんに。それはもう決まってる。ゆうくんに、じゃレモンで。わかってるだろうな。うん、じゃあ、お題は、お礼のお礼、GO!4、3、2、1どうぞ。高橋健介はいつもなんだろうね、なんかしつこいとか思っていたけど、本当はとてもいいやつだって家族思い、本当は言いたい、いつもありがとう。何やこれ。取れ高的にはいいんだけど、後半の2つやっぱなんか身内ネタで恥ずかしいから、ちょっとオールカットしてじゃあラスト、今里さんにお願いしたいんですけど、グレンゲで遊び場の保護者会の皆様へのメッセージを最後、それでもう歌って終わりますから、はい、では5、4、3、2、1どうぞ。いつだって優しい優しい、それしか言えない、だって遊び場の保護者のみんな本当にサンキューベリーマッチ。鳥越いくみと高橋、そしてゆうたろう、いつも4人は超最高、もっと再生回数伸びろ。すごい、素晴らしい、非常にいいよ、これは。これもゲストが来た時毎回やりたいぐらいだね、ちょっと、うん、やくみくんも入れたいし、なんせやっぱりあの即興褒め歌選手権なんで、リスらず褒めていきましょうという。